ブルに。今日も人々は我を忘れて夢中になっていた。しかし一人の少女はその熱狂から距離を置いていた。貧乏で哀れなマッチ売りの少女。その胸元にはミケと書かれたプレートが怪しく光っていた。マッチ売りの少女はある日突然にこの学園で目を覚ました。すぐにこの世界を脱しようとするが、不可思議な力に阻まれてしまう。そうして彼女は囚われたのだった。泥沼のような欲望と快楽の泡が立つこの百花王学園に。今の私はミケ、みんなの奴隷。さっきもパシられてひどい扱いでした。あの日は勝てると思ったんですけど、とうとう奴隷落ちです。家畜も奴隷も私は絶対に嫌。マッチ売りの少女は学園に来て数日で力によって脱出するのは諦めた。だがすでに理解していた。生き延び脱出するにはギャンブルで勝つことが必要だと。故に意を決して賭場に身を投じた。ここには一つルールがあった。生徒会に上納金を納めなければならない。その額が下位100位になると非協力傾向生徒、家畜となり果て奴隷当然の扱いを受ける。女ならミケ、男ならポチと記されたプレートを首から下げて。そして今敗北を重ねた少女はその重い枷をはめられてしまっていた。ミケである少女に対する扱いは次第にヒートアップしていく。暴力、中傷、周囲の生徒たちは少女を取り囲んで嘲笑を浴びせ続けるそんな悪意を持ち前の前向きさで受け流していたが、状況は変わらない。落書きまみれの机を見てため息をついていると。パン買ってこいよミケ。ふと聞き覚えのある声がうつむいた頭上から降ってきた。驚いて顔を上げると、そこには自分とウリ二つの少女がいて。おい、こんなふざけた名前で反応すんなよ。え？もう一人の私？ったく、よくこんな動きにくい服着れるな。そんなことない、すごく可愛いよ。ああ、そんなだからミケなんだよ。どういうこと？唖然とする少女を強く睨んでいるのは、故郷のライブラリで共にいたもう一人のマッチ売りの少女だった。お前が急に消えたって聞いたんだ。後をたどってみれば。何やってんだよ。
呆れた彼女の様子に少女は涙をこぼした。来るの遅いよ。次々と感情があふれ出る。泣きじゃくる少女の頭をもう一人の少女は軽く叩いた。落ち着け、ほら。彼女はそう言って少女の手を引く。ここから逃げるぞ、バカ。二人の少女は手をつないで走る。しかしマッチューリの少女を閉じ込める謎の力が弱まることはなかった。向こう側が見えているのにその先へ行くことができない。次第に荒くなる呼吸は慣れない水の中でもがいているようだった。そんな彼女たちを生徒たちは嘲笑う。ミケのくせに逃げ出そうだなんて。生徒たちは再び二人の前に立ちふさがる。彼らが仕掛けるのはまたしてもギャンブルだった。しかし少女はもう一人じゃない。繋いだ手に力を込めて二人は深く息を吸い込んだ。なれるわけないでしょ。負け猫は負け猫らしくおとなしくしてな。ああ、あんまりうるせえと燃やすぞ。それはダメ、危ないよ。残念、業に行っては業に従え。ここではギャンブルで勝った者が強いのよ。大丈夫、私には強い味方がいます。お前らを灰にしてやるよ。二人は生徒会長室にたどり着く。黒いマッチューリの少女は乱暴に扉を開け放ち叫んだ。おい、早くこのクソ学園から出せ。そんな二人の目の前に現れたのは優雅にティーカップを口元へ寄せていた生徒会長桃葉キラリだった。あら、可愛らしい来客ね。お茶でもどうかしら。いらねえよ。いいからさっさとこのクソ学園の出方を教えろ。そう迫られるが、キラリは柔らかい笑みを浮かべたまま答える。お断りするわ。ああ、ふざけんじゃねえぞ。そう凄まれてもキラリは平然としている。私は知りたいの、あなたの貧しいお友達のことを。私は最初から貧しい人間がどう歪んでいるか知らないの。だから知りたいわ。知るか、出る方法を教えねえと。出ていく方法はシンプルよ。ここではギャンブルが絶対だから、ギャンブルで勝つことね。キラリの笑みがさらに深くなる。だけどここには私が興味を引くそういう子を集めているわ。勝つのは簡単ではないわよ。少女たちはこの学園から脱出するためギャンブルで勝つことを決意した。そんな二人の前に立ちはだかったのは艶やかな黒い長髪をきれいに揃えたジャバミユメコ。
そして琥珀の瞳で少女たちを睨む早乙女メアリだった。夢子とメアリは強い意志を宿した瞳で少女たちを見据えている。この二人ただのガキじゃねえ。普通じゃないってこと？ああ、もっとこうギャンブルを純粋に欲しているような。目の前の異様といえる熱気が少女たちをたじろかせたのだった。このチンチクリンが今回の相手？可愛らしい方たちではありませんか。おお、手柔らかにお願いします。今チンチクリンって言ったか？ふん、違うなら実力で証明してみなさいよ。はあ、楽しみすぎて待ちきれません。メアリがトランプの箱を机に置き、ルールを説明する。ゲームの名は2枚インディアンポーカー。カードをジョーカーと絵札を抜いて各2枚配るの。手札のうち1枚を確認して、もう片方は頭に掲げて。手札が2枚、役は3種類ですか？そう、数字が一致すれば最強、マークの一致は普通、全て違うなら最弱、同じ役なら数字の合計が大きい方が勝ち。チップ1枚の価値は各々自己申告した借金額を10で割った額です。どうぞ。夢子が全員にチップを配ったのを合図に、極限の探り合いが始まった。滲んだ汗が少女たちの輪郭を伝う。勝てない。黒いマッチ売りの少女が焦る。手元のチップが泡のように消えていった。一つ一つの仕草全てに思惑があるのではないかと焦ってしまう。コールで勝負か、それともフォールドで降りるべきか。極限まで張り詰めた糸はもう今にも切れてしまいそうだった。するとふとか細い声が重圧に支配された沈黙を破った。コール。その声の主はこの学園で目覚め敗北の家畜と化した少女だった。状況で倍かけてどうすんだ。大丈夫、勝てる多分。その意気込み嫌いじゃないわ。興奮してしまいます。本当に
大丈夫なのか。どう考えても。大丈夫、私を信じて。はあ、分かった、信じてやれよ。マッチ完売です。ゲームは終盤に差し掛かる。少女は自分を助けに来てくれたもう一人の自分の手を机の下で優しく握った。そして指先で言葉を送り始める。相手の非公開カードが分かった。机に伏せたカードが垂直ならスペード、右に傾けるとクラブ、左ならタイヤ。焦りをにじませていたもう一人の少女の瞳が見開かれる。相手のカードを見てみれば、確かにユメコとメアリのカードは傾いていた。いける。少女たちはもう一度負けたわ。メアリが悔しそうに少女たちを睨んだ。少女たちの手元にはあふれんばかりのチップが並んでいる。まったく、だからつぼみたちのやり方じゃなくて前みたいに机の下で教え合う方法にすればよかったのよ。バレるリスクを背負うのもスリルがあっていいじゃないですか。おっとりとした夢子の言葉にメアリの顔が嘆きから呆れに変わる。またお手合わせしましょうね。多額の借金を背負ったはずの夢子だが、心の底から楽しそうに笑っていた。再び学園をさまよう少女たちのもとに分厚い封筒が届いた。入っていたのは大量の札束。大金の重みに白いマッチ売りはごくりと喉を鳴らす。お前らが夢子に勝ったやつか。ふと少女たちの背後から声がした。振り返れば左目を眼帯で塞いだ女性と生島みだりがいた。みだりは生徒会に所属する美化委員長だったが、その言動は常軌を逸している。なあ、あたしとギャンブルしようぜ。そうだな。みだりは目を細めゲームを仕掛けた。その名も ESP ゲーム。カードを当てる単純なゲームだ。物質のディーラーが5枚のカードを並べる。こっちも同じようにカードを並べる。ディーラーのカードの並びとより多くの並び順を合致させた方が勝つ。それだけか。賭け金はいくらだ。ね、そんなぬるい勝負なわけねえだろ。勝者はね、勝ち点の数だけ引き金を引く。10は互いに装填して用意しておく。何発込めるかは自由だが、どちらの10を使うかはランダムだ。マッチ完売。かけるのは互いの命だというのに、
二人はためらうことなく引き金を引く。はっ、このイカレ野郎、さっさとくたばれ。ビビってんのか。楽しめよ、行きそうだろ。駆け引きも何もない。勝負はヒートアップしていく。また私の勝ちだ。覚悟しろ、このクソ知りたがり。黒いマッチ売りの少女は銃の重みから弾丸が発射されることを確信し、銃口をみだりに突きつける。ああ、いい、最高じゃねえか。この一発でいける。銃口を向けるもう一人の自分の姿が見える。やがて黒いマッチ売りの少女が引き金を引く直前、緑の体が崩れるように倒れた。え、持っていないですよね。緑は弾丸によって倒れたのではなかった。地下室の空調が壊れ、空気はよどんでいた。その中で興奮し罵り合っていたため酸欠となってしまったのだ。黒いマッチ売りの少女が無事だったのは火事場という低酸素環境に慣れていたからだった。マッチ売りの少女は坊主。おい、終わったぞ。不戦勝だってよ。そう、お疲れ様。あとこれ金、私は興味ねえし。あ、お金、ありがとう。ん、え、こんなにあるの。金なんてついでだ。こんなに、これだけあれば。ひもじい思いをしない。それどころか、あれも買える、これもできる。あ、 おい、どこ行くんだよ。足りない、もっともっとお金が欲しい。節約成功。勝利と金の味を覚えた少女は積んだ大金でミケの首輪を外し、さらにギャンブルへとのめり込む。金さえあれば、ここでは何でも、地位も命すらも手に入る。貧乏生活が常だった彼女には、そんな金の魔力は毒だった。その毒は少女の目的を狂わせ、次第に二人の歩幅がずれていく。疲れた。今日はもう寝るぞ。先に休んでて、私はやることがあるから。もう一人の自分を欺き、マッチ売りの少女は単身危険なギャンブルへと身を投じるのだった。少女の元に一人の女生徒が現れた。五十嵐さやか、生徒会初期兼生徒会長、桃場みきらりの秘書。凛と背筋を伸ばしたその佇まいは、まるで凪のように静かだった。あなたも私とギャンブルをしてお金をくれるんだよね、ね。マッチ売りはそう言って、突如現れたさやかの裾を掴んだ。さやかは少女の手を払って告げる。会長からのご指示で参りました。あなたに痛みを与えろと。
そうして新たな賭場が立つが、結果はマッチ売りの少女の惨敗だった。私の負け？これであなたは家畜に逆戻りです。嘘、お金、私のお金。哀れですね。いや、嫌だ、信じない、信じない。全て奪われる敗北は少女の心を壊すには十分すぎる結果だった。ギブミーマネー。だらしないつぶやきが学園の倉庫に響く。やがてガラクタのように床へ転がると、じっとそのまま動かなくなってしまった。少女を照らすものは何もない。そんな彼女の瞳に桃髪キラリの姿が映った。キラリは少女の顎をすくい上げて言う。私ね、子供の頃に考えたことがあるの。もし童話のマッチ売りの少女が大金を手に入れたらどうなるのかって。そう言って恐ろしいほど美しい顔でキラリは微笑んだ。ガラン。ふとキラリの背後で固く乾いた音がする。現れたのは二体の人形、義神と暗鬼だった。もう十分堪能したでしょ。マッチ売りは返してもらいます。彼らは矢継ぎ早にキラリへ文句を並べる。数ヶ月前、ライブラリと学園の世界が突然つながった時、二体の人形は強い欲望を感じ学園に来た。そしてキラリと出会いギャンブルを行ったのだ。その勝負で人形たちは大負けをした。金銭を持ち合わせていない人形たちに多額の負債を払えるはずはなく。確かに借金の方として彼女を借りているわ。おとぎの国と世界がつながったんだもの。とても興味があったの、童話の登場人物にね。彼らがギャンブルの世界ではどうなるのか見てみたかったの。彼女にして正解だったわね。気に入ったわ、その姿。もっと見せてちょうだい。何を見るんですか。義神はマッチ売りの少女に近寄る。ダメよ、連れて行かせないわ。しかしキラリがその前に立ちふさがる。もう一度ギャンブルをしましょう。そう言いキラリは口角を上げる。賭けるのは互いに管理しているものの所有権。私が勝ったらライブラリにいる住人たちをいただくわ。そんなのできるわけないでしょ。人形たちはキラリに飛びかかる。みだりから借りておいてよかったわ。そうキラリがつぶやいた瞬間、鋭い発砲音が二度鳴り響いた。
額に穴の開いた2体の人形が転がる。キラリは構えていた拳銃を下ろすと振り返って語りかけた。いつまで隠れているつもりかしら。そろそろ出ていらっしゃい。その口調は確信に満ちていて。気づいてたのかよ。果たして倉庫の入り口から黒いマッチ売りの少女が姿を現した。キラリは首をかしげて倒れたまま動かない少女を見る。ねえ、私に教えてちょうだい。どうしてここまで来たの？あなたにとってこの子は大事な存在。はあ？そんなバカ、大事なわけねえだろ。金に目がくらんで勝手に自滅しやがって。あら、そう。それなら何も問題はないわね。けどさ、そんなやつをおもちゃにするあんたもっと嫌いだ。ずいぶんな物言いね。だからさ、あたしとギャンブルしようぜ。そこに転がってるバカをかけてさ。キラリが恍惚な笑みを見せて言う。そう、それじゃあ特別な場所にご案内するわ。この時のために作ったとっておきの場所よ。そうして退治する二人が訪れたのは、視界を覆い尽くす炎と熱気が立ち込めた燃え盛る塔だった。炎を背にキラリが勝負内容を告げる。謎解きをして扉を開いていき、出口を見つける脱出ゲーム。逃げ遅れたら命はないでしょうね。さも当然のように語るキラリの青い瞳が黒いマッチ売りの少女を見据える。まるでその覚悟を問うように。ルールはとても単純だった。塔の最上階から1階へ降り、先に脱出した者が勝つ。ただし各階に備え付けられた階下に続く12の扉の中で施錠されていない扉は一つだけ。一度通った扉は施錠され、次は無作為に選ばれた別の扉が解錠される。説明は以上よ。さて、準備はいいかしら？ああ、せっかくこんなたぎるような場所を用意してもらったんだ。さっさと始めようぜ。互いを見据える表情。おいおい、ナイトメアじゃねえか。なんでこんなところにいるんだよ。ああ、あの人形たちから教えてもらったのよ。は？信じらんねえ。ここの鍵倒せばわかるわ。何わけわかんねえこと言って。うん、とりあえずやるしかねえな。内部が次々と湧き出るナイトメアによって埋め尽くされていく。その群れにキラリが振りかざしたのはライブラリにのみ存在するはずの力だった。お前、その力。これもあの人形たちからもらったの。そうしてキラリが放つ一撃がナイトメアを蹴散らすと、
宙に文字が浮かんだ。彼女はしばらくその文字を眺めた後、ある扉まで歩いていく。お先に失礼するわ。その言葉を最後に、キラリの姿は扉の向こうに消えていった。始めるわね。おとなしくすれば痛い思いはさせないわ。ちょっと大丈夫？無茶しすぎよ。上がるのは幾何学模様のような暗号だけ。なんだよこれ、全然わかんねえ。そんな声が響いた瞬間、扉の一つが開け放たれた。大丈夫？そう言って駆け込んできたのは、欲望に見入られ自滅した豪華。しかし確かに背を預けていた白いマッチ売りの少女だ。唖然とする黒いマッチ売りの少女に彼女が。ミイラ取りがミイラになってどうすんだよ。いても立ってもいられなくて。というか、なんでここが分かった？キラリさんに教えてもらったんだ。ひとまずここを切り抜けよう。炎の中、少女たちは再び手を取り合う。浮かび上がる文字を探っていると、ふと足に柔らかな感覚が伝わった。あ、この床だけ材質が違うよ。何か硬いものをぶつけることができれば砕けると思う。よし、任せろ。炎をまとった少女は硬い岩のようなナイトメアを掴んだ。いっけー！爆発のような轟音とともに床に大きな穴が開く。絶対に扉から出なければならない。次々と床を破壊しながら、二人の少女は塔を降りていく。やがて二人を涼やかな空気が包む。塔の外にキラリの姿はない。勝ったの？これを見てみな。塔の入り口に備えられたパネル、そこに書かれた文字を見て、マッチ売りの少女は驚きに目を見開いた。
これはエラー？マップ一面に敷き詰められた暗号のようなエラー文。それは強すぎる炎によって。助けに行くのか？うん。ドク、分かったよ、好きにしろ。うん、行ってくる。少女は走る。しばらく進んだ先、煙が立ち込める中、キラリが落ち着いた様子で立っていた。キラリさん、助けに来ました。キラリは振り向いて笑う。勝者が敗者に手を差し伸べるのはルール違反よ。でも私はあなたにお礼が言いたかったんです。お礼？心当たりはないけれど。ギャンブルのおかげでお金がいっぱいある世界を知ることができました。少女はキラリの腕をつかみ笑う。でも私には貧乏契約生活の方が性に合っているみたいです。少女はキラリを連れて塔の外へと飛び出す。それと同時に燃え盛る塔は音を立てて崩れ落ちた。視界を覆う煙が晴れると、もう一人のマッチ売りの少女が呆れて笑っていた。無事でよかったな。私たちの勝ちですよね。そうね、惜しいけれどここでお別れのようね。ヒラリは少女たちを眩しそうに見つめた後、静かに目を伏せた。少女たちの長い学園生活が終わりを告げる。ネプルネプ、ガンブルの世界へ。さあ、駆けずり行きましょう。